車手に会ってしまいました。ありがとうね。今回は MLB ドリームカップ埼玉県代表チームのご紹介をします。そうですね、なんか豊富でもちょっと、ちょっとあのいっぱいホームランをかっ飛ばせるように頑張ります。元島と申します。普段あの埼玉のブルースカイっていうチームでやってるんですけど、ちょっとチャレンジしてみようかなと思いましてお待たせいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと最年長になると思います。44なんで、あの怪我ないようにやりたいと思います。よろしくお願いします。宇津木と申します。よろしくお願いします。千葉から来ました、フリアと申します。皆さん楽しく野球をやりたいなと思ってますので、よろしくお願いします。山内と言います。今チームで、やらせていただいてお願いします。よろしくお願いします。佐藤と申します。普段は IT リーグのチームでやらせてもらってます。よろしくお願いします。田島と申します。年が23歳です。埼玉の狭山市っていうところで在籍やってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一応翔平 TV という、まあ、ちっちゃいチャンネルですけど YouTube やってます。去年もニューヨークヤンキースで戦わせてもらって、一応関東ベスト4まで行きまして、はい、で今年も、まあ、松並さん の誘いもありまたやらせてもらうんですけど、はい、前回はあんま投げなかったんですけど今回は、はい、頑張って投げようと思います。お願いします。お願いします。玉田と申します。中山君と土曜日同じチームで活動させてもらっています。で、まあ、一応僕もピッチャーではやってるんですが、まあ、あとは皆さんと一緒にやってますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。渡辺と申します。ポジションは、まあ、キャッチャーをさせてもらいます。とにかく頑張ります。藤田と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いいっすよ。そういう打球、そういう打球。叩きましょう。なんでだよ。おー、恥ずかしい。いいよ。いいとこにいた。もうそうか、終わりでいい。オーケー。これがいい。おい。はい、バッチ。珍しいよ。
でしょ。まあちょっとね、シートロックで相手今油断してるんで、まあそういうところついていきたいですね。野球というのはね、一つの気の緩みから、ビッグイニングになると思いますので、クロマティ先発見とけ。ごめんなさい、1番が、ショート、フレッサル、はいはい、で2番が、ライト長谷川さん、はい、で、3番、ファースト元島さん、はいはい、で4番、キャッチャー、渡辺さん、はい、で、5番サード、玉田さん、はい、で、6番センター山内さん、はい、で、7番セカンド鹿島さん、はい、で、8番レフト、宇津木さん、はい、で、9番ピッチャー中山さん、はい、で中山さんが第2回3回までいけたら、2回終わった後に、山内さん、はい、山内さん投げて、最後に、3番手にピッチャー、はい、投げた1試合目の3番手、はい、いい音鳴りますね、いい音鳴りますね、いや、イボール。イボールすぎんだよ。ピッチャーとなんか。ちょ、ピッチャーが。ちょっとね、ここは気になりますね。この、この部分。じゃあ、集合でお願いします。はい、お願いします。よし。今のは面白かった。お、すごい。え、ごまんと誰かと交換したんですか。いや、2つ買って大丈夫大丈夫です。今のところ言われてないです。嘘、私はね、いつも王で行きます。はい、楽しく行きましょう。行くぞ、はい、応募したきっかけとか何ですか。応募したきっかけはやっぱ運動不足ですね。さあ、1点先制しましたけど、いやこれからですね。中山さんがね、去年はね、ちょっと緊張してましたから、あの出だし、先発ね、今と立ち上がりがちょっと期待してます、期待してます。後ろから行くぞ。ナビチス、あらし、緊張、そんなに緊張嘘でしょ。するまずマウンドがね、ちょっとね、いつもと違うから、なんか不安がある、踏み出す、そうそう、そこピッチャーにしかわからないあれがある。Thank you.